吉田さん、腕立て100回はね、さすがにきついですよ。きついけどできますよ。200回はちょっと挑戦してないですね、40過ぎてから。まあ、100回はね、最初はできなかったんですけども、あ、もう今ならできますね。きついですけどね、うん、まあだからトレーニングメニューにそういうのも入ってます。腕立て伏せってやつもね、腹筋ってやつも。腹筋も最初はね、10回できなかったんですけども、今は全然できますね。あの20回1セットぐらいでやるんですけども、それをね5回やるんで100回ですね、うん、腹筋ね。ただ腹筋いくらしたところであんまりね腹の筋肉分かれないんですよ。だからプランクに変えましたね。さあ、それでですね、今から鍛えておくんならどこだってことなんですけども、まあ、はっきり言ってね、これ喋ることだと思います。そしてね、私は今までどんな問題解決したかというと、例えば月収プラス5万円、これはね山ほどしてきました。月収プラス20万、これも結構やってきました。月収100万突破、これもまあまあ何十件かはやってきました。まあですんで、多分ね、他人様の報酬、他人様の稼ぎをプラスアルファで上げていくなんてのは会社の上司もやってくんないでしょね。だからね、私は多分これ動画見てらっしゃる会社の上司よりも稼がすことに関しましては専門的だと思うんですよ。で、実際やってきましたからね。やってきたからこそ速稼塾が今まで続いてるわけですし、ただね、儲からない人もいます。それはやらない人、もしくはくじけやすい人、ね、自分の問題なのにお前のせいだって言って他人の問題にする人、これダメですね。どんなことが起きても全部自分の人生のストーリーの中で起きてることなんですよ。誰に邪魔されようが誰に騙されようが、それは全部自分が選んだ道で起きてることなんですよね。ここの原理原則に気づくと、何が起きても自分の糧にするっていう風な方向に変えていけれるんですよ。足を引っ張られようが、車を盗まれようが、なんか知らないけどもね、ぶん殴られようが、全部ね、あ、なんで殴られたのかな、こいつとの縁を大事にしてたからかな、なんでお金盗まれちゃったのかな、お金返してくれないのかな、それは自分がまだ舐められてるからだなと、ね、100万円貸したけど返ってこなかった、それは100万円以上の価値があるというふうに思っていただけなかったというね、その信頼関係の薄さだと思うんですよ、ね、100万円持って行って困ってもいいやと思わされてるからなんですよね。だからそういうことで全部自分のストーリーとして完結できるんですよね。そういった問題の捉え方ができるかどうかなんですよ。で、いろんな相談事をいただく中で問題解決できたこともできないこともあります。結局私は問題解決のためのアドバイスはできるんですけども、そのアドバイスを実行できるか選択できるか、もしくは私のアドバイスを避けて別の選択肢を選べるかってところに結構ね、その本人の度量があるんですよね。やれば必ずこうなるみたいな方法はないわけですよ。それをやっぱりこう理解していくことと、じゃあどうやったら自分は成功率を上げれるかなっていうふうな最後の細かいところは自分のカスタマイズがいるんですよね。まあ、それこそ100人の人が儲かった方法、100人の人がダイエットに成功した方法を101人目という全く別の人格、別の他人に入って与えたところで、そのままスポットうまくいくかって言ったら、これはね、どんなことでもそうではないです。その人なりにカスタマイズしないといけないんですよ。だって起きる時間も違えば、体力も違えば、体格も違えばね、根性の量も違うわけじゃないですか。おまけに人間関係も違うんで、いろんな用事が入ってくるんですよ。それこそね、人間関係を3ヶ月1歳経って全部ね、山ごもりみたいな状況にやっていくんだったら、それなりに指導は簡単になりますけども、だってあれがある、これがあるとかね、付き合いがあるとか、会社があるとか、上司がいるとか、人の目が気になるとか、まあ個人的にいろんなね、細かいこと言ってくるわけですよ。本当に稼ぐ気あるのかってことですよね。本当に自分の人生だと思ってるのかってことなんですよ。自分の人生を生きるってことは、断るべきものを断る、人間関係を断つ、これを上手にやらないといけないんですよね。まあこれ言うとね、また熱くなって長くなるんで、この辺にしときますけども、どうもね、問題が多すぎるというよりも、そんなこと無視しとけばいいのに、なんでいちいちそれを問題にするんだと、そんなことはまたいで通れというふうなね、ことばかりですね。本当にね、耳っちいというか、なんかその YouTube で顔出しできるできないとかっていうところからしてもね、いや、そんなレベルじゃなくて、あなたはお金に困ってるんでしょと、お金が欲しいんだったら何が何でもやらないと、その上でやってみてしまったってことがあれば修正していけばいいと思いますし、しまったってことがあってもそれ以上にお金が欲しいんだったら、そのまんまやべえ道を行けばいいんですよ。たかが YouTube で顔を出すぐらいね、うん、何なんですかね、副業禁止の会社だからどうこうとか言って、じゃあ副業禁止なんだったらどんな方法をやってもこっそりやる方法しか思いつかない、要するに後ろめたいわけですよ。で、そういうような副業禁止の会社 にいるのに副業の方法を聞くって何なんだよと思いますよねそんなね、ダメなことをこっそりやる共犯にでも従ってるのかっていうことなんですよ。そうじゃない、そうじゃないですよ。副
業禁止の会社なんだったら、その自分の副業を認めてもらえるような方法を取っていくか、もしくは副業じゃなくて、自分は今勤めてる会社が副業なんですよと、こっちが本業だよ、自分の会社なんだからってことで自分の事業を立ち上げればいいわけですよ。なんかそのね、副業気分、もう二束三文ですよ、そういう根性はね。そんなことを考えている以上はお金は稼げないし、そんな人に私は稼がせないと言いたいぐらいですね。まあそんな意地悪はしないですけどもね。だからね、やっぱ突き抜けていこうとしたら突き抜けることしないと、で異常な人生を送りたいわけでしょ。月収100万とか異常な行動しないとそれはないですよね。それこそ人並みの行動とか、余った時間でちょっとやるとかね、余った時間でちょっとやるで並べますか、私たちに。私は吉谷さんに並べない。それは余った時間でやるんじゃなくて、本来余らしちゃいけないような時間、本来これをやらないといけない時間を潰してやるんですよ。そのぐらい後ろを振り返らない根性がなければ、永遠に今の暮らしは変わらないでしょうね。だって今の暮らしをもう捨てたいわけでしょ。今の暮らしをやめて別の暮らしに入りたいわけでしょ。でも今の暮らしをやめないのは誰なんですかってことですよね。今の暮らしをやめなければ、じゃあ最後にこの言葉で締めますね。人生を変えたければね、少なくとも今いる場所から離れてください。それなんですよ。いってらっしゃい。